い、こんにちは。前回に引き続き社員インタビューの企画ということで、新卒のケンジ君に来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、前回の動画では、まあ学生時代から飛び込みに入るまでのところで、努力作頑張れて、目標達成に貪欲だと、その人間性のところに聞いていったので、じゃあそれが今の社員としての仕事にどうやって生きてるのかとか、あとは普段やってる業務内容とかを聞いていければと思います。はい。はい。じゃあちょっとざっくり、普段やってる業務とか、あとは担当について簡単に説明してください。はい。民法の中では、営業を担当していて、日々クライアントさんの、マーケティングに関する課題感をヒアリングして、まあ、自社のアセットを使って課題を解決する、うんうん、その提案をしていくっていうような、ことをしています。主にその旅行業界とかのクライアントに対して、でそこの、まあ、集客とか PR とかブランディングとかっていうマーケティング、まあ、特にウェブマーケティングが多いかな。そうですね。ウェブのマーケティングとかプロモーションとか、プロモーション、まあ、主に若年層向けって感じか。そうですね。のところに対して、その旅パナセット使って、まあいろいろソリューションを提案してるっていう感じですね。はい。なので最前線でヒアリングをするんですけど、社内での運用とかも入ってたりとかして、実際にそのクライアントさんのニーズだったり課題感とか、うん、そういうのを一番理解してるのは僕なので、うん、じゃあこういうふうに制作をしてくださいっていうような、メディアのチームであったりとか、うん、あとはエンジニアのチームに対してディレクションをうまく取りながら、クライアントの要望をうまく形として反映させていくっていうようなことも、しています。なるほど、なるほど。あとあれですよね、あの学生支部上がりというか、もともと学生インターンとかずっとやってたから、なんかその辺の一方の学生組織のところも分かってて、で、まあ、そこも一応クライアントさんがスポンサーついてくれたりとかするから、その辺の提案とか、まあ、大学生向けの施策とか割とメインでやってる感じ。そうですね。あの特に大学生に対してプロモーションしたいけどなかなか踏み出せないとか、うんうん、あとは大学生の思考性がわからないっていうクライアントさんはすごい多くいらっしゃるので、うん、実際にこう学生支部から上がってきた目線だったりとか、うん、あとは新卒なのでやっぱ大学生に近い年齢なので、うん、僕自身もこうですよみたいな、はいはいはい、のでクライアントさんから、あそうなんだみたいな、うん、すごい理解されたりとかっていうのは多いですね。なるほど。まあ、じゃあまとめるとあれですかね、そのクライアントの担当というか、まあフロント業務としてセールス営業をして、で施策とかを提案して、でまあ何百万円みたいな感じで受注をもらって、で営業チームとしてその毎月の受注の数字を追っていってるみたいな。そうですね。はいはいはい、わかりました。まあいろんな案件とかクライアントさんをまあ担当したりとか、そのまあ数字積み重ねる営業とかやってると思うんですけど、まあその中でのまあ学びとか、あとは学生時代の経験が生きてるなと思うこととか、ちょっとその辺の仕事をしながら考えてることとかを教えてもらってもいいですか。はい、大事にしてるのは、うん、クライアントさんの目標とか、はいはいはい、あとは理想像みたいなのをしっかり握るっていうのを大切にしています、うん、僕のその思考性として敵とか目標から逆算していく力みたいなのがすごい強みとしてあるんですけど、うん、クライアントさんの、それこそ理想像とかが分かんないと逆算もできない。はいはい、はい、とりあえず SNS やりたいんだよねって言われた時に、そうですね、 SNS を通してじゃあどういうふうにしていきたいのか、はいはいはい、はい、そのブランディングがメインなのか、うんうん、それと別のところに流入させるのかっていうところなので、はいはいはい、全然その目線も違うし、うん、なんか期間とか継続性とかも違うので、うんうん、はいはいはい、そういうところをしっかりヒアリングしながら、じゃあこういうふうに旅行だったらできますよみたいなのを具体的にこう提案していく、はいはいはい、まあ、そういうこう逆算の力とか、うん、そういうのはすごい大事にしてる。なるほど、なるほど。他は何かありますか。まあ、他にも、まあ、とにかくやりきるっていうのが、うんうん、まあ、大事にしてることは、はいはいはい、2つ目で、まあ、やっぱクライアントさんの、要望として、うん、まあ、こういうことをしたいっていうのがすごい、まあ、今のこう旅行からしたら、まあ、少し力不足な部分もあるんですけど、うん、そこに対して、とにかくどうやってやれるのかっていうのを考えて、うん、まあ、やりますって言って追いつかせるみたいな、はいはい、っていうのをやって、すごいクライアントさんから、実はちょっと難しいと思ってたんだよねみたいな、うん、けどやりきってくれてありがとうみたいな声をもらえることもしばしばあります。はいはいはい、なるほど。そこはもうなんか持ち前の根性というか頑張り抜くみたいな、その辺がやっぱ生きてるんですよね。そうですね。もう、ね、寝る時間なのか食べる時間なのか何かしらこう削って追いつかせるみたいな。なるほど、新卒らしくのはまあやってますね。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあなんかその営業とか提案とか、まあ飛び込んで働く上でもいいんですけど、まあやってて大変なこととか苦労してることとかは何かありますか。苦労してることは、まあやっぱりこう自分のまだまだビジネススキルがない、はいはいはい、はい、すごい苦労していて、初めてのアポとかで緊張してしまって、うん、はいはいはい、変な敬語使ってしまって、それでちょっとなんか顔色がおやみたいな瞬間になる時とかはあるんですけど、まあ最後はやっぱなんとかしますみたいな、うん、キャラクターがまあ受けたりとかはして、はいはいはい、じゃあ任せてみようかなみたいに思っていただけることもありますね。まあ、じゃあ変な敬語でも頑張り抜けば受注できると。なんとかなります。なるほど。
じゃあなんかもうちょっと具体的に最近の業務内容とか案件とか頑張ってやりきった業務とかをちょっと教えてほしいんですけど、初受注した時の思い出がどうしても忘れられなくて、僕の初受注がサイト制作の案件だったんです、はいはい、まあ若者向けにサイト作ってくださいとブランディングから含めて、そうです、はいはいはい、それが10日間で作ってほしいと、ほうほうほう、営業日じゃないですよ、土日挟んで、はい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 、2週間以内でっていうのをやりますって言って、こう普段だったらなかなか、まあ、難しいって思われるかもしれないですけど、うん、新卒なんで、うん、受注したいしでもやりますって言って、うん、社内からすごいもうブー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 言われながらも無理でしょみたいな、まあまあまあやれるんでみたいな、なんとかこう社内で説得をしながら、クライアントからのこういう風にしてほしいみたいな依頼とかも、うん、自転車操業のように走りながら10日間でサイトを作り上げたっていう、うん、いい思い出だったなと思う。なるほどなるほど、確かに10日間でサイトか、まあ LP1 枚でも10日は結構きついよね。そうですよね。そこから企画してデザイン作ってコーディングしてを全部10日間で圧縮するってことね。そうですね。しかもあの担当の方が、うん、まあ、日本語は話せるんですけど外国人の方で、はいはいはい、で、すいませんちょっと時間ないと思うんですけど電話して聞いてもいいですかって、うん、その場で電話して、なるほどなるほど、それでやりきりました。なるほど。特に学生向け若年層向けの、まあ、プロモーションとか、まあそれこそサイト制作短期間で作りたいとか、まあその辺ですね、自社のプロモーションの悩みとかあればぜひ建築に相談あと発注していただければ、まあ新卒としてね頑張ってくれると思うので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、社員インタビュー企画第1弾ということで建築に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。